世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本に誠意を見せろと要求し続ける韓国。しかし、ある判決がきっかけで、これ以上日本に追及できないと知った途端、今度はアメリカをターゲットにしたようです。今回は、慰安婦問題について、日本からアメリカに標的を変えた韓国に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。長らく日本と韓国の関係悪化の原因となっている、いわゆる慰安婦問題。問題とは言いますが、1965年の日韓協定によって、完全かつ最終的に解決済みであり、また2015年の外相会談でも慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認しています。すでに終わったはずのことなのに、協定をなかったかのように、未だに日本に対して、賠償しろ、謝罪しろと叫んでいる韓国ですが、実は同じような問題を今度はアメリカをターゲットにしていることをご存知でしょうか。韓国には長い間タブー視してきたヤンゴンジュの存在があります。ヤンゴンジュとは外国人にサービスするお姫様という意味だそうで、アメリカ軍基地の近くに設置されたキジチョンという場所で主にアメリカ兵を相手にサービスをしていました。そしてヤンゴンジュは韓国政府が主導して設置していたもの。1953年の朝鮮戦争休戦後に韓国政府主導のもとキジチョンが誕生し、1961年に輪絡行為等防止法、今でいう性の売買を取り締まる法律が成立するまで続いていたと言われています。法律が成立し禁止になったにもかかわらず、104カ所もの特定地域が指定され、そこでは法律が適用されなかったことから政府公認の特区だったと言われているのです。韓国国内でも在韓米軍を対象としたヤンゴンジュの募集や管理を政府が行っていたという疑惑が提起されており、2014年には自称元米軍慰安婦らが韓国政府を相手取って賠償訴訟を起こしました。韓国政府は国家の介入を認めていませんが、政府に被害補償を義務付けるためにこれまでタブー視され公に議論されてこなかったヤンゴンジュの存在を公にし、既成事実化することで責任を問おうとしているのです。そして賠償請求こそしないものの、アメリカ政府に対して謝罪を要求しているといいます。どこかで聞いたことのある流れですね。訴えられているのが韓国政府だという点が日本の場合と違いますが、今度はアメリカ政府をも標的にしだした韓国に対して、海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。韓国は20万人もの女性が日本軍に従事させられていたと嘘をついているが、朝鮮戦争の時には自分たちが率先して売らせていたというのが真実だ。韓国がアメリカの傀儡だった時に、女性たちは自らを売ることを強要された。この問題は解決されるべきだし、韓国とアメリカは罰せられるべきだ。彼女たちがそうなってしまったのは、韓国政府のせいであってアメリカのせいじゃなくない？従軍慰安婦って、敵国に強制的に売春させられることだろう？彼女たちの場合は、アメリカに強要されたわけじゃないから全然違うよ。アメリカに謝罪を求めるのはお門違いだ。私はこういった情報を通して多くの韓国人とアメリカ人が慰安婦に関しての知識を増やしてほしいと思う。朝鮮戦争で韓国政府によって韓国人慰安婦が作られたのは分かった。でも彼女らが起こしている行動については謎ばかりだよ。韓国人の日本からもっとお金が欲しいという叫び声が聞こえるようだ。以上が海外の人々の反応でした。ヤンゴンジュの存在を公にしてまで韓国がアメリカをターゲットにし始めた理由は、日本にこれ以上要求できなくなる事態になったためです。2021年4月、自称元慰安婦のイ・ヨンス氏らが、日本政府を相手取って賠償を求める裁判を起こしました。しかし、韓国の裁判所はある原則に従って原告の訴えを却下。
この判決に韓国人はとても衝撃を受けたそうです。この時適用された原則を主権免除の原則といい、外国の主権的行為に対しては主権免除が認められ、司法的行為に対しては外国の裁判所の管轄に服することを免除されるとされるもの。つまり国家に対しては別の国家の裁判権は及ばず、国内法上の責任は追及されないということ。国際法として大前提の原則なのですが、なぜこれに韓国の人々が驚いたかというと、実はこの裁判の3ヶ月前、2021年1月に、同じように自称元慰安婦らが日本政府に対して起こした損害賠償訴訟では、慰安婦問題のような重大な人権侵害は、強行規範違反に該当するために、例外的に主権免除を適用してはならない。つまり、慰安婦問題においては主権免除は適用されないといった趣旨の原告側勝訴の判決が出ていたのです。この判決には日本もすぐさま遺憾の意を示し、断じて受け入れられないとして韓国政府に適切な対応を取るよう求めていました。この時日本政府も国際法上の主権免除の原則に言及しており、この判決が国際法上ありえないものだったことがわかります。たった3ヶ月の間に真逆の判決が出たのですから、驚くのも無理はありません。しかし、韓国の人々はあろうことか、国際法にのっとった日本政府の賠償責任を認めない趣旨の判決が出たことに対して反発したのです。先に出た判決は国際法違反であり、韓国国内でも国際法に反する判決が出たことに驚く専門家も多かったほど問題のある判決でした。先の判決が国際法を軽視しすぎているだけで、原則を適用した後の方の判決が至極当たり前なのですが、慰安婦問題を訴える韓国にとって主権免除を適用することは大打撃になるのです。なぜならこの判決は、これ以降日本政府を訴えても無駄と言っているも同然だから、日本に対して謝罪や賠償を要求し続けたい慰安婦団体や韓国政府、長年の反日感情がくすぶる国民にとっても受け入れがたいことだったようです。もともと韓国の司法界には日韓関係において国民情緒法が適用される傾向があり、それは時に憲法や国際法を無視するものだと言われています。慰安婦問題に対しては韓国全体に元慰安婦のおばあちゃんが気の毒だとの思いがあるようですが、日韓のやり取りを客観的に判断し、国際法にのっとって公平な判決を出すのが本来の裁判所の役目のはずです。しかし韓国の裁判官は、こと日本が関係する訴訟においては常に国民世論を意識する傾向があり、今回の件でも韓国政府が日本の主権免除を否定しており、世論や慰安婦団体の圧力もあって国際法に反した判決を出してしまったのです。国際法よりも国民感情を重視する裁判所とはいかがなものかと思いますが、では逆になぜ3ヶ月後に一転して国際法にのっとった判決が出たのでしょう。それは裁判官が国際派の人物に変わったからだと言われています。国際派の裁判官はウィーン条約の禁判言の原則を理由に全判決を覆しました。禁判言の原則とは、国家間に合意があって一方がそれを信用して行動した場合、もう一方の国が合意に矛盾するような主張を禁じるというもの。これは日韓の慰安婦合意がそのまま当てはまります。日本政府はこの合意に従い10億円を拠出するなどの対応をしました。それにもかかわらず、韓国がそれを無視して賠償金支払いを命じることは禁判言の原則に違反すると判断したのです。さらには日韓間の慰安婦合意の有効性を認め、外交交渉は必然的に相手があり、韓国の立場は相手国が受け入れない限り全て反映できるものではないと、外交の基本原則をも説いていました。韓国国内の倫理に重きを置く国内派と、国際法など国際社会のルールに重きを置く国際派、この2つの観点の違いが判決に分かりやすく表れているのです。判決から分かる通り、国際派は外交上合意した条約や協定、ウィーン条約などの国際法を重視しています。国内派のように
韓国独自の自分勝手な理屈を国際関係にまで当てはめるのは良くないと判断しているため、慰安婦問題についての訴訟でも前任者とは真逆の判決が出たというわけです。真っ当な裁判官もいたことにほっとしますが、世論重視の国内派が強いことに変わりはなく、判決が覆る可能性は大いにあります。さらには、政府内の反日派が黙って見ているわけもなく、何としても日本の責任を追及したい反日派は、慰安婦関連訴訟に主権免除の原則が適用されることを防ぐための法案を考えました。反日派の共に民主党の議員らによって国会に提出された人身売買等防止及び被害者保護に関する法律改正案がその改正案。この法案は人身売買の被害者に対する救助や賠償に関連する法案にある条項を加えようとしました。人身売買等の全部または一部が大韓民国の領域で犯したものであるか、その被害者が大韓民国の国民である場合には、外国政府は人身売買等により発生した被害に対する損害賠償の訴訟で大韓民国の裁判所の裁判権から免除されない。要は、韓国で起こった人身売買については主権免除の原則が適用されないと言っているのです。この法案の言う外国政府が日本で人身売買イコール慰安婦を意味することを法案を代表発議した議員自ら自身のホームページに説明していました。明らかに日本を意識した改正案ですが、主権免除は国際法で定められている原則です。韓国が好き勝手に改正していいものではありません。仮にこの法案が通ったとしても何の意味もなさないのですが、果たしてそのことに気がついているのでしょうか。政府も司法さえも感情を優先して世界のルールを守らず、アメリカにも喧嘩を売ってしまう韓国。さすがに国際法に反した判決にはまずいと思ったのか、すぐさま軌道修正がされましたが、またいつゴールポストが動かされることやら、今後も話題に事欠くことはなさそうです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。